エドワード・ポーター・アレクサンダーは、アメリカ陸軍の技士、士官であり、南北戦争の時は、南軍の将軍だった。後に、鉄道会社社長、農園主、著作家となった。アレクサンダーは、ゲティスバーグの戦い3日目のピケットの突撃に先立つ、集中砲火を行った士官としてよく知られているが、戦闘中に、信号や観測気球を使って、 情報を集めた開拓者としても注目された。戦後の回想録や戦争の分析でも認められている。アレクサンダーはジョージア州ワシントンで、アダム・レオポルド・アレクサンダーとサラヒル・ハウス、ギルバート・アレクサンダー夫妻の8人の子供のうち6番目として生まれた。友人にはポーターと呼ばれた。アレクサンダー・アール・ロートンやジェレミー・ F ギルマートは義兄邸になった。 1857年にウェストポイントの陸軍士官学校を同期38人中3番目の成績で卒業し、公兵隊の名誉将尉に任官された。アルバート・ジョンストン12章のユタ戦争遠征に参加するよう命令されるまで短期間陸軍士官学校で土木工学とフェンシングの教官を務めた。ユタ戦争はジョンストンのところに着く前に終わり、 アレクサンダーは、ウェストポイントに戻って、多くの武器実験に参加し、陸軍信号司令部の最初の士官で、ウィグワグ旗信号や、無線電信術符号を、発明したアルバート・ジェマイヤー少佐の助手を務めた。1858年10月10日には、少尉に、昇進した。アレクサンダーは1859年に、バージニア州のベティ・メイソンと出会い、 1860年4月3日に結婚した。夫妻には6人の子供たち、ベッシー・メイソン、エドワード・ポーター2世とルーシー・ロイ、死生女児、アダム・レオポルド及びウィリアム・メイソンが生まれた。アメリカ陸軍におけるアレクサンダーの最後の任務は、ワシントン・ジュン州のスティーラ・クーム・トリデとカリフォルニア州、サンフランシスコ近くのアルカトラズ島でだった。出身州である、 ジョージア州がアメリカ合衆国から脱退したことを知った。アレクサンダーは1861年5月1日付でアメリカ陸軍から除隊し、公兵隊員として南軍に加わった。新兵を編成して訓練し、南軍信号隊を結成する間、バージニア州マナサス決接点で PGT ボーリガードを巡庄のもとに出頭するよう命令を受けた。6月3日には、 南軍ポトマック軍の公平隊長を呼び、信号士官となった。第一次ブルランの戦いでは、戦闘中に長距離を、信号機を使って、伝言を送ることで、歴史上最初のものになった。アレクサンダーは、マナサスの、シグナルヒル頂上に位置を占め、北軍の動きを察知して、ネイサン・シャンクス、エバンス大佐の旅団に、木部隊の左に気をつけろ。 陣地に回り込まれているという信号を送った。これはその部隊が左側面から攻撃を受ける危険性があることを意味していた。ボーリガード将軍とジョセフ・ジョンストン将軍は同様な伝言を受け取ってタイミングよく援軍を送り戦闘の流れを南軍側に引き寄せた。アレクサンダーは7月1日に少佐。 12月31日に中佐に昇進した。この期間の大半は、ジョンストン指揮下の北バージニア軍で兵団部長を務め、また、信号の仕事や、情報収集にも活動し、ワシントン DC 周辺で後半に、スパイを活動させた。1862年の半島方面、作戦初期段階で、アレクサンダーは、ジョンストンの下で兵団部長を継続したが、 ウィリアムズバーグの戦いで何とか戦闘に参加でき、その時の功績は、ジェームズ・ロング・ストリート少将に称賛された。ロバート・イーリー将軍が軍隊指揮を取るようになり、アレクサンダーは7日間の戦いで、リーの攻勢に向けて事前に兵隊を配置した。6月27日のゲインズ・ミルの戦いでは、熱気球を上げることを提案して、情報収集を継続し、 心見ること数度にして、北軍の配置に関する価値ある情報を集めた。北バージニア方面作戦及びメリーランド方面作戦では、兵艦部任務を継続した。アレクサンダーは、南北戦争の重要戦闘の多くで結出した、役割を果たした砲兵としてもよく知られている。北バージニア軍のロングストリート第一軍団で、様々な砲兵任務についた。 1862年11月7日に、この役目をはじめ、リーの参謀に、軍団砲兵予備隊である大隊を指揮させた。12月5日には大佐に昇進した。1862年12月のフレデリックスバーグの戦いでは、メアリーズコーチの防衛に、砲兵隊を配置する主導者となり、これが、南軍勝利の決定的要因になった。ロングストリート軍団の一部が、 バージニア州サフォーク周辺に駐屯する間、アレクサンダーは、ストーンウォール・ジャクソンに同行し、1863年5月の、チャンセラーズビルの戦いにおけるその側面回り込みに、参加して、チャンセラーズビルのヘーゼルグラブに配置した、その方兵隊が勝利を決することになった。 アレクサンダーの最も有名な参戦は1863年7月3日のゲティスバーグの戦いでだった。この時ロングストリート軍団の砲兵隊を指揮していた。その日アレクサンダーは実質的に全軍の砲兵隊を支配していた。北軍セメタリーリッジの陣地に対して150内し170門の 大砲を使って南北戦争でも最大のものとされる2時間の集中砲撃を指揮した。ロングストリート将軍がジョージ・ピケット少将の有名な突撃を進発させるために実質的に若い大佐であるアレクサンダーを起用し北軍の大砲による防御が抑えられるかを判断するという大きな圧力のもとに置いた。アレクサンダーは ゲティスバーグでの敗北について1901年に、決して、決して、決してリー将軍に、彼がしたような戦闘をさせてはならないと書いて、リーを非難することになった。アレクサンダーは1863年秋に第一軍団について、ジョージア州北部に向かい、シカマウガの戦いで、ブラックストンブラッグ将軍を支援した。アレクサンダー自身は、到着が遅れて、 戦闘に参加できなかったが、その後のノックスビル方面作戦や1864年初期の東テネシー方面軍でロングストリート軍の歩兵長を務めた。アレクサンダーは戦争の残り期間その軍団とともにバージニア州に戻り、1864年2月26日付で順位に昇進した。オーバーランド方面作戦の前戦闘に参加し、 北軍ユリシーズ・グラント中将がリー軍を迂回してジェームズ川を渡りピーターズバーグを強襲したとき、アレクサンダーはその前線を素早く砲兵隊を移動させ、その据えた大砲で北軍主力を撃退した。ピーターズバーグ包囲戦の間、アレクサンダーはその砲兵戦術を残豪戦に応用しなければならず、様々な種類の迫撃砲を実験的に用いた。北軍は、 南軍前線の下にトンネルを掘ろうとしていると確信するようになったが、これに対処できる前に狙撃兵の弾で肩を負傷した。治療のためにジョージアに戻る時にリー将軍にその疑念とトンネル掘りが行われている場所を探したが、見つからなかったことを知らせた。その後に起こったクレーターの戦いは南軍を驚愕させたが、結果的に北軍の大敗に終わった。 アレクサンダーは1865年2月に副隊士、ジェームズ川沿いにリッチモンドの防衛を監督した。アポマトックス方面作戦ではリー軍と共に撤退した。アポマトックスコートハウスにおいてロバート・ E ・リーに南軍は降伏するよりも給料部に参加しゲリラ戦を行うべきという有名な提案を行ったのがアレクサンダーだった。リーは この提案を却下し、アレクサンダーは後に、この提案をしたことを後悔していると記した。アレクサンダーは降伏した後に短期間ブラジル軍に加わって過ごした。若い時のジョージアにおけるプランテーションでの生活を、もはや望んでいないことを認識し、サウスカロライナ州コロンビアのサウスカロライナ大学で、数学を教え、その後、シャーロットコロンビアオーガスタ鉄道、 サバンナメンフィス鉄道及びルイビルナッシュビル鉄道の役員を務めた。後の大統領グロバー・クリーブランドと友人になり、多くの時間をカモリョーで過ごした。1897年5月、クリーブランド大統領はアレクサンダーをニカラグアとコスタリカの国境紛争調停車として派遣し、中央アメリカに屈削する可能性のある運河に備えた。 アレクサンダーは2年間国境の測量と監督に、追やし、両国政府から大きな賞賛を得る成果を収め、1899年10月にアメリカに戻った。妻のベティはアレクサンダーがニカラグアにいる時に病気になり、1899年11月20日に死んだ。1901年10月、アレクサンダーはベティの名であるメアリー・メイソンと再婚した。 アレクサンダーは戦後尊敬される著作家になった。多くの雑誌原稿と2冊の主要な本、南軍の軍事的階層、批評的物語と南軍のために戦う、エドワード・ポーター・アレクサンダー将軍の個人的階層を表した。ジュバル・アーリーやウィリアム・ペンドルトンのような元南軍士官たちとは異なり、アレクサンダーはなぜ南軍が負ける運命になったかに、 ついての苦々しい、南部の失われた、大義論争を避け、北軍の圧倒的優位さによるものとしていた。歴史家の多くは、アレクサンダーの回想録が、南北戦争に関わった個人によって書かれた最も、客観的でメリハリのある資料の一つだとみなしている。歴史家デイビッド・ J アイヒーは、南軍のために戦うを、リーの作戦に関する多くの分析を伴う。 優れた個人の物語。将軍、その仲間の主官たち及び北バージニア軍について、劇的で中身を暴露し重要な資料と呼んだ。他の著作として、鉄道実務及び、カットレル、ラットレルがある。アレクサンダーは、ジョージア州サバンナで死に、オーガスタのマグノリア墓地に埋葬されている。マイケル・シャーラが1974年に、ピューリッツァー賞を獲得した、小説。 ザ・キラー・エンジェルスの中で、ピケットの突撃に関する叙述で、アレクサンダーが重要な役割を果たしている。1993年にこの小説の映画化、ゲティスバーグでは、俳優ジェームズ・パトリックス・スチュアートがアレクサンダーを演じ、その続編、神と将軍でも、同じ役を演じた。ハリー・タートルダブのもう一つの歴史小説、ハウフューリ・メインにもアレクサンダーが登場する。 ありがとうございます。